後ろか動いた方の逆に動く可能性が非常に高いということが、マイニングを行っている会社の株も4倍近く大きく上昇しています。皆さんこんにちは、 CXR 投資チャンネルへようこそ、小山です。本日のテーマは2つあります。年明けのドル円相場の傾向と、私がメインで運用している米国株についてお届けします。まず最初にですね、年末年始ドル円のボラティリティも上がる傾向になります。今公開されているのがおそらく12月29日か30日だと思うのですけれども、一旦ここで土日で市場が閉まって年明け2日から早速為替市場は動き始めます。これ毎年ドル円相場に関してはかなりの傾向がありますので、ぜひですね年明け一番利食いからスタートしていただきたいということで、年明けのドル円相場の傾向を CXR から参考情報としてお届けできればと考えています。そしてですね、今回ムームー証券さんにスポンサードをいただいております。私がメインとしている米国株運用ですね、ぜひ皆様に2024年に興味持っていただきたいなということで、後半は米国株の話をお届けさせていただきます。はい、今日のお題ですね、年明け相場の傾向と FX トレーダーが知っておきたい米国株運用、2024年も米国株が熱いということで、注目のセクターと銘柄をお届けしまして、本日のスポンサードムームー証券さん、新NISAの対応もしておりますのでご紹介させていただきます。円相さんの方でもですね、米国株のお話をしておりますので、よろしければそちらの動画も見てください。では早速ドル円年明け相場の傾向というところで、過去10年の値動きを箇条書きにしております。ちょっと小さいかもしれないんですけれども、読み上げていきますと、2024年2営業目から逆行して円高になった。週明け月曜日底打ちとなって、金曜日にはほぼ全戻ししていますと。2025年横ばい、2営業日目から反落。2016年、これもブレグジットの年でしたね。年末からポンド円もかなり下落して、私もですね神社に並びながら、本当にみんなで除夜の鐘を打ちながらポンド円を売ろうみたいな話をしてたんですけれども、かなり円高が加速しました。ただし週明け月曜日に底打ちして1月末に全戻ししています。2017年、2営業日目から反落、そして近月でほぼ全戻し。2018年2営業日目から逆行円安となって週明けまで上昇。ここから続きます。2営業日目と、ずっと続いてるんですけれども、円高になってその後底打ち上昇、2営業日目から円安となり全戻し。こちら2022年は円高となり全戻しとなっています。去年どうだったかと言いますと、1円50銭下落した後、2営業日目でやはり反発して、雇用統計まで5円以上の上昇となったというところで、チャートも見ていきましょう。こちらですね、クリスマス相場で大きく上昇したところ、29日から下落して、2日ちょっとだけ円高に触れて、翌日もっと安値を更新したものの上昇して、確か雇用統計が非常に良かったんですよね。予想よりかなりサプライズ、30万後半とかいう数字が出て大きく上昇して、ただしそこがピークだったという相場展開になっています。はい、2022年、1営業日目2営業日目大きく上昇して、その後反落と。21年ですね、こちらですね、下落して3営業日目安値つけて、全戻しと。もう1年いきましょう。はい、コロナが年ですね、2020年、ここは週明けまで下落してますね、そして全戻しということで、とにかくですね年明け動きは戻りやすいというか、すごく大きく動いても結局戻るということが過去の値動きでは分かっています。特に2営業日目っていうのがもう2016年以外全部書いてますよね。なので今年は1月2日、火曜日ですねから値動きが始まります。そこから3日か、まあもしかしたら4日ですかね、そのあたりで最初どちらか動いた方の逆に動く可能性が非常に高いということが過去10年の傾向から分かっております。なので、これね、昨年もヒロピさんの最初の動画で解説で入れて、まあ、その通りになってますので、ぜひこの年明け相場の傾向ですかね、参考にしていただくと、もしかしたら年明け往復の値動きを取ることができるかもしれないということで、ぜひご参考にしてみてください。ということで米国株のお話入っていきます。たびたび私 の, あのメインは米国株だと言い続けてるんですけれども、まあ、CXR 投資チャンネル FX の方なので、まあ、そんなに話す機会はないんですけれども、年末で年明け来年は仮想通貨とか米国株とかにチャレンジしてみようかなと思ってる人もいるかなと思うので、まあ、この機会にムーム証券さんにスポンサードいただいてお届けできればと考えております。まず FX トレーダーが知っておきたい米国株運用というところで、円相さんの方でも同じ話をさせていただいたんですけど、サクッとお届けします。まず FX トレードですよね。どうしても短期になってて、まあ、1年2年持っている人いるかもしれないですけれども、
5年持ってるっていう人はいないと思うんですよね。でも株式はまあ投資がメインだということで、基本的には買って高くなったところで売る、中長期で積み立て投資も行うという方が多いかなと思います。でどうしても FX の方が短期になるので、まあ、労働の割合が大きくなりやすいということですね、はい、なので、時間軸も一度おさらいすると、 FX は短期から中期の運用で、投資の株式はどうしても中長期的な運用が多くなるというのが私の認識でいます。なので今日欲しい金額、今月欲しい金額っていうのは短期売買 FX で収益を上げていただいて、中長期的な運用は株式で積み立てて運用した方がいいんじゃないかということを考えて、私もそれを実践しています。米国株自体は実際私は2018年からメインで始めまして、まあ、CFD とかではもっと2015年からやってたんですけれども、米国株投資を始めて6年経過したというのが私の投資経験となっています。で米国株投資の魅力ということで、やっぱり主要指数が上昇し続けているところが何よりこう運用を楽にしてくれているところがあるかなと思います。代表的な株価指数ニューヨークダウですね、これ日足なんですけれども、週足にしても史上最高値をつけていますし、月足にするともうひたすら上昇し続けているという状況になっています。四半期足とか出すとね、リーマンショックのところで大きく下落したんですけれども、そこからここが6000ドルぐらいので7倍近く上昇している、指数で20数年経ってこれだけ上昇しているってなかなかないというか、まあ米国株以外ほとんどないと思います。通貨がねどうしても安くなって、その分トルコの株価とか上昇する傾向にあったりするんですけれども、なかなかないですよね。一方で日経平均ですね、こちらもかなり、アベノミクスがあって上昇しているんですけれども、米国株は3万6千ぐらいですから 10% 満たないぐらい劣っているという状況なので、やっぱりリーマンショックの安値のところから買ったとしても、やはり米国株の方が魅力的なのではないかと言えるのかと思います。でやっぱりねこう圧倒的なパフォーマンスが違う、新興銘柄比べてもよくわかるんですけれども、マザーズってずっと横ばいなんですけれども、ナスダックの方が爆発的に上昇しているっていうことを見ても、新興市場の盛り上がりでも圧倒的な差がついているということがわかるかと思います。やっぱりこれは人口がね、移民もそうですし自然増もそうですし、上昇している、増加しているっていうところも強い背景にあるかなと思います。アメリカってもう毎年自然増って15万とか20万ぐらいの間なんですけれども、移民も来るので100万前後、コロナの時除いては増加している傾向にあるので、まあ、そこが GDP を押し上げる要因になりますよね。そしてやっぱりナスダックの上昇が強いっていうお話をしたんですけれども、ありとあらゆるイノベーションの中心地がアメリカにあるということで、やっぱり新しい発明であったりアイデアが生まれると株価としても上昇しやすいので、そこに投資が集まる、結果的にアメリカ株強いっていうことになるかと思います。なので世界的な大企業は米国企業がランクインしているという結果になっています。なので、投資をするのであれば、まあ、日本株より米国株の方が比較的簡単に利益を上げられるのではないかなということで、私は考えて運用しています。はい、そして来年ですね、アメリカの大統領選挙ありますので、4年ごとの S&P500 の平均の騰落率を引っ張ってきました。1980年から2022年ですね、 10.7%で、配当金の平均が 1.4% ぐらいついていますので、 S&P500 の平均の年間騰落率っていうのは 12% ぐらいだと想定されます。そして2023年ですね、大統領選挙の前年っていうところで、ここが一番パフォーマンス大きなところになっています。 15.7% ですね。では2024年ここに当たるんですけれども、 5.8%。 じゃあ来年そんなに期待できないのかなと思うんですけれども、まあ、FX やってる方がこの動画見てる方は多いと思います。非常に大きな材料があります。まず利下げですね。利下げが行われるとやっぱり市場にマネーが増加しますので、どうしてもリスク資産が買われやすい、株価は上昇しやすい傾向にあります。そしてインフレがかなり落ち着いてきてますよね。なのでインフレが落ち着くと金融引き締めが緩やかになる傾向にある、まあ、つまり利下げの期待が高まって、株価が下支えされるということで、おそらくこの平均の 5.8%よりは高いパフォーマンスが出るのではないかと考えています。そして注目している米国株のセクターと銘柄を挙げてみました。はい、まず1銘柄はですね、私が去年投資して非常にうまくいった銘柄をご紹介して、米国株これだけすごいんだっていうことをぜひ分かってほしいと思います。この銘柄ですね、マラソンデジタルホールディングスっていうんですけど、
これ何やってる会社かっていうと、ビットコインをマイニングしてる会社ですね。アメリカにはもうビットコインの取引所コインベース以外にもビットコインをマイニングしてる会社がかなり上場しています。なので、ビットコインが昨年200万円台から、600万円台半ばまで上昇したので、マイニングを行っている会社の株も大きく上昇したということですね。2023年1月、まさにここが年初が安値ということで4ドルを割ってるぐらいだったんですけれども、一回夏前に大きく上昇して、その後3分の1ぐらいになって、その後7ドルぐらいから 27.73 ドルまで非常に大きいですね。4倍近く大きく上昇しています。なので、ビットコインの、上昇と、米国株自体も昨年はかなり強かったので、その2つが合わさってこれだけ大きな上昇となったっていうのが、やっぱり米国株をやってよかったなと思えた一つの、成功例になります。はい、そこで注目している業界と銘柄挙げてるんですけど、5つですね、金融と一般消費財、情報技術、ヘルスケア、半導体というところは挙げてみました。まず金融のところですね、金融サービス提供している MSCI と JP モルガンですね、決済の大手クレジットカードですね、ビザとマスターカード、これもねかなり上昇強いんですね。順番に見ていきますと、 MSCI ですね、一言で言うと金融サービス企業ということになるんですけれども、全世界株の算出をしてたりですね、株価指数の算出してたり、ポートフォリオ分析をしてたりっていう、幅広い金融情報を提供している会社っていうんですかね、そういう会社になります。 MSCI 国債とかね、いろんなファンドの株価って出てくると思うんですけど、ああいうデータを提供している会社になります。これ日足だと割と横ばいあって、下が450ドルから562、これももう1年間で 20% ぐらい上がってることになるんですけれども、月足にします。はい、なかなかとんでもない上昇になっているかと思います。ざっと10年ぐらいで、ここが22なので30倍近く上昇している銘柄になってます。で、一度半値ぐらい落ちて、揉み合いを今まさに上回られようとしているところなので、これも長期的に上昇する銘柄になるのかなと個人的には考えています。そしてクレジットカードの会社はいいよっていうか、でマスターカードを上げます。マスターカードも2010年ぐらいですね、17ドルとかだったんですけど、今424ドル、もう20倍以上上昇して絶賛史上最高値を更新中ということで、これも非常に強い動きになっています。はい、そして一般消費財というところで、これも S&P とかに組み入れられている大きな銘柄、Amazon とかはご存知だと思うんですけど、ホームデポとナイキも入ってきます。ホームデポっていうのはアメリカのホームセンター、2つ大手があるんですけど、そのうちの1つですね。はい、こちらもホームデポですね、マスターカードと同じような値動きしてるんですけれども、10年前15ドルぐらいだったのが26倍ぐらいですか、上昇して、一度3割ぐらい、下落してまた高値を捉えていくという状況になってます。ホームセンターの銘柄でもこんなに上昇するっていうのが米国株の魅力ですね。10年経ったら、2014年からいきましょうか、14年が62ドルぐらいだったんですよね。なのでこれで7倍以上ですね、10年でホームセンターの株なのに7倍になっちゃう、そんな魅力が多分日本にはなかなかないですよね。そして情報技術もちろんですけど、GAFA、IBM、ブロードコム、オラクルというのがあります。この中だとブロードコムですね、半導体と情報通信とかやってるファブレス企業なんですけれども、月足だと2011年から100倍以上に上がってるんですけれども、昨年1年で言っても2倍以上に上がっているっていう、半導体がね、 NVIDIA の決算も良かったりしたので非常に強い動きになってるんですけれども、超大型銘柄でも平気で2倍になることもあるのがやっぱり米国株の魅力かなと思います。はい、あと一つですね、半導体、NVIDIA、TSMC、AMD 出してるんですけれども、ヘルスケアの銘柄も紹介します。ジョンソン&ジョンソンとかファイザーとか聞いたことがあるかと思います。アッピーとリリーっていうのがあって、これがですね、一度私が去年注目してた銘柄で非常に大きな上昇となりました。リーダイリーという銘柄ですね、年初は300ドルだったのが、こちらもですね2倍以上に上昇しています。そして、今おそらく世界で一番の、大手製薬企業になっています。新薬がかなり承認されて、株価が上昇した、ここなんてもう窓を大きく開けてその後
埋めることなく上昇してますよね。そしてまだですね、新薬の、承認待ちというか承認される可能性があるのが30以上ありますので、さらなる上昇も期待できるのかなと思って、個人的には非常に注目している銘柄の一つです。はい、そんな米国株ですね、今国内で取引できる証券会社非常にたくさんあります。そして今回ですね、スポンサードいただいているムームー証券ですけれども、取扱い銘柄と手数料とかですね、取引アプリであったりサービスであったり、あらゆるものがかなり業界トップ水準ですので、スポンサードいただいているという状況になっています。主に4つですね、業界初の300銘柄ほどが24時間取引、そして手数料も業界最低水準、そして取扱い銘柄がですね、米国株だとなかなか少なかったりするんですけれども、7000銘柄おそらく最多を取り扱っています。そしてこちら出してるんですけれども、主要指数のチェックがとても便利なんですね。今ですね、私が毎日使っている画面のスクリーンショットを貼り付けたものなんですけれども、まあ日々のニューヨークダウン、ナスダックとか米国債とか、まあドル円とかもそうなんですけれども、やっぱ一覧で見たいですよね。そしてチャートで見えて、なおかつ当日の値動き、5日間の推移とか、1ヶ月後どうなってるのか、月足で全部見たいとか、そういう情報を見たいんですけど、いろいろ探してたんですけど、正直一覧で見れるのって今まで私が探してた中ではなかったんですね。それをムームー証券さんのアプリでやると、まあ、一発でこれが設定ができたので、まあ、日々の指数チェックだけでもめちゃめちゃ便利なので、ぜひですねアプリダウンロードして日々の市況を確認するっていうところから、使ってもらえばとても便利かなと思います。もちろん無料でねダウンロードできますので、まず本当に FX やってる人ってやっぱりこう株とか10年債の動向ってすごい大事なのに、外出するとなんかすごい見えるアプリとかページとかっていうのがないと思うんですよね。なのでその確認をするためのアプリとしてはめちゃめちゃ優秀だと思います。再びホームページのところに戻りまして、米国株取引でムームー証券を選ぶ3つの理由というところで、やっぱり取引手数料は安い方がいいというところですけれども、業界最安水準で提供されています。そして24時間取引どういうことなんだっていうことがあるんですけれども、日本でもPTS って言って時間外取引もありますよね。これムームー証券さんも提供してまして、主要の銘柄300銘柄以上あるんですけれども、それを時間外での取引も可能となっています。そしてやっぱり取扱い銘柄7000以上あるのがなかなか他の証券会社さんではないので、まあ、さっきね私が見せたようなマイニング銘柄ってちょっと時価総額小さいところとかもあるんで、取扱いがなかったりもするんですね。なのでそういった、まあ、一発大きく狙う銘柄を取り扱ってる可能性もムーム証券はあるということですね。手数料も 0.088% ということで、主要な5つの証券会社と比較すると非常に安くなっています。そしてムーム証券自体もですね、もう親会社はナスダックに上場しているので、まあ、非常に大きな信頼できる会社になっています。そして FX しかやったことないよっていう方は、まだそこまで必要ないよっていう方もいるかと思うんですけれども、まあ、リアルタイムの株価とか空売りデータを見れたり、大口投資家の売買情報であったりですね、いろんな投資分析機能が入ってますので、日本株とかやってる方はぜひですね、まずアプリをダウンロードして使ってみてください。はい、そして今だと1月8日まで米国株の取引サービス強化記念キャンペーンというのをやってるらしいです。最大10万円相当の話題の米国株が漏れなく当たるということで、こう書いてるのはアップル、NVIDIA、テスラとかグーグルとかですね、1万円以上入金して米国株が漏れなく当たる抽選券が1枚当たる、30万円以上入金すればさらに3枚、合計4枚当たるらしいので、何かしら当たるらしいので、これはやらない手はないのかなと思います。そして新規口座開設が完了して2ヶ月間取引手数料が無料ということなので、これも非常に利益を上げやすいサービスかと思いますので、新年始まるタイミングになるので、 FX 以外にも米国株ちょっとやってみようかなと思う方は、まずアプリダウンロードしてサービスにログインして、いろいろ銘柄、主要な銘柄でもあれだけ上昇する期待値があるので、いろんな銘柄ちょっと気になると見てみてください。以上、本日はドル円の年明け相場の傾向と米国株投資の魅力についてお届けしました。円蔵さんとヒロピさんのですね、2024年のドル円相場を解説していただいた動画もですね、明日公開を予定しておりますので、ぜひそちらもお楽しみにご視聴いただければと思います。この番組がいいと思った方はグッドボタン、雇用統計やアメリカの CPI など経済指標があるときはライブ放送も行っております。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。